皆さんこんにちは、チョコバナナとリトルバナナです。今日は我が地元川又町からお伝えしています。ありがとうございます。ありがとうございます。あの前もやったね、道の駅グルメを食べる動画なんですけど、熱くて溶け出したアイスを必死に食べてます。これね、あの桑の葉茶アイスって言うんですけど、うちは小学生の時に虫を育てるっていう、カイコ様、虫をね、カイコ、あのシルクってあるでしょ、髪の毛がサラサラになるとかいう感じで使うシルク、うん、あのシルクの糸を吐く、あの虫を育てなきゃいけないんですよ、これ強制で。でもさ、飼ってるにさ愛着湧くじゃん。苦手だったけど愛着湧くじゃん。毛虫の毛がないやつみたいな、ね、うん、そうそう、柔らかい、広くてプニプニで、なんか足のとこ吸盤みたいになってて、うん、こう歩かせたりすると、歩かせてピロピロピロって取ると、ちょっとちっちゃいタコみたいな感じでこう吸い付いてんだよ、うん、あれがちょっと気持ちいいんだよね。でもママはさ、うちのね、虫がめっちゃ嫌いなので、夏休みとか死んじゃうから連れて帰ってこなきゃいけない。家で育てなきゃいけないのよ、強制、これ強制なんだよ、この町のしきたりなんだけど。分かんない、今は分かんないけどね。夏休みはね、家に持って帰らなきゃいけないのよ。でもうちのママ虫めっちゃ嫌いだから、めっちゃ嫌がってたよね、うん、でもこっちはもう愛着湧いてるペットみたいなもんじゃん、うん、ママに見つかったらちょっとママ何をするか分かんないから、うん、そうから、でその虫が食べる葉っぱなんだよね。そうそうそう、その虫の主食が桑の葉っていう葉っぱなのよ、そのソフトクリームですね。だから私たちはもう虫と同じようなものを食ってます。ママもでもこれめっちゃ美味しい、これめっちゃ好きなのよ。ママも好きだよねこれ、うん、で、あの味が2種類あって、桑の葉茶ソフトとシルクソフト。バニラ味じゃなくて、あのそれこそシルクの粉が入ってんだよ。そうなんだ、知らなかったの、うん、とミックスなんですよ。ただのバニラアイスだったんですよ。こちらが英雄、大大有名な川又の名産シャモの、ね、シャモです。今年ね、G1 昇格したので。え、馬なの？違う、あのご当地の夕張メロンとか、うんうん、で、そういうあのグルメ、あのランクがあって、それの一番すごいやつに、G1 なの。あの笠間さんのおかげで、笠間さんのね、はい、ね、うちの仲良し笠間さんのおかげで、昇格しました。そう、うちの実家がさ、居酒屋をねやってるんで、それの卸してくれてた人だよね。うん、今は引退されてね、うん、第二の人生歩みになる。なんで笠間さんの紹介してるの？シャモもさ、この町に住んでる人がさ、シャモ育ててるとこ行くよね。うん、こう毎年夏にね、コロナがある前までは川又様町って、あーあったね。最初は世界一長い焼き鳥をやってたの。うん、やってた。じゃあちょっと対抗するところが出てきちゃって、マジでね、あの川又ではちょっとね、焼き鳥長く焼くね、あれが、場所がない、場所がないの。場所と、あと竹ね、竹、そうそう、言ってた、竹がないんだよ、竹串の長さが足りないんだよ、うん、で1本じゃないとダメなんだって。シャモなんて無限にあるのに、うん、そう、1本の竹串がないと無理なんだって、うん、だから無理なのよ。でそこで川又のやりやり言ったら、世界一長い丸焼き。何でもいいや、うん、世界一長い丸焼きって、もう鉄筋があればいけるから。そう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 、長い鉄筋があればいけるから。で鉄筋は作ってくれるおじちゃんいっぱいいるから。鉄筋なんてめっちゃ余ってるからね、うん、だから世界一長い丸焼きを川又はやってて、コロナで今年もね大々的にはできないんですけど、うん、それこそここでねやったよね。あれ、いた、いたよね、手伝ったよね。うん、いない。あれ、私いないわ。それここでキッチンカーをやってる人たちがあっちに行っちゃう、本会場に行っちゃうから、そのキッチンカーが空になっちゃうからっつって、うちここでキッチンカーやってたんだけど、よかった、楽しかった。丸焼き美味しいよね。なんか毎年クリスマスとか、なんかと年末か、でもあれできるよ、配送できるらしい。いや、毎年クリスマスぐらいに買うじゃん、うち。うん、送られないの？うちにも届くでしょ。千葉のうちにも届くんだけど、結構大きいよね。大きい。でさ、丸焼きだからさ、こう自分で解体していかなきゃいけないじゃん、うん、でニーニーがさ、うん、なんか足とかこう食べる時に取るでしょ。まあそりゃ、で丸焼きだからちょっと生々しいっていうか、うん、もう個体じゃん、うん、でもニーニー足をこう取りながら、うわあ、折れたー、骨折しましたーって言いながらやるの。めっちゃ嫌。マジ嫌でしょ。よく一緒に住んでるの。うるさいな。これがアンスリウムクッキーっていう、これはグリムさん、我らがグリムですよね。グリム、マジ世界で一番美味しいから。そうだよ。ココア味で、こっちはピスタチオ味なんだけど、これめっちゃうまい。これ美味しいね。アンスリウムっていうのがさ、そう、花がね、うちの、その町の花らしいんだよ。茅沼に町の花はツツジだな。いや、なんか町の花でしょ。なんか最近町の花になったらしい。え？いや、町の花なんだかなんだか、なんか名産品なんだか、そうそう、名産品に
でもいつの間にか名作品になってたんだ。なんか結構さ独特しいんだよねアンスリウム、うん、でもジージが、うん、なんかもらったらしいんだよアンスリウムの花結構いっぱい、うん、でなんかあげるって言われたんだけどお断りしたぐらいは独特しい。フィニッシュとめちゃくちゃ可愛いよ。味が5個ぐらいあって全部美味しい。かぼちゃ味もそう、かぼちゃ味美味しいよね。グリムがうまいんだね。今度はじゃあグリム動画撮んないとだね。グリムがうまい、うん、あれちなみにここの道の駅にもう2階のお蕎麦屋さんなんですけど、うん、マリオに似てる蕎麦職人が蕎麦売ってるので来たら食べてください。ぜひ。あと横にレストランができたんだよね。で、後ろのこれが蓋の物産館です。物産館です。物産館直売所。ただ川俣のちょっと難点は盗んだバイクで走り出しそうな奴らが多いことだね。ほらああいう人いっぱいいるから、うん、走ってるわ。ババ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 バって走ってるわ。手羽ちゃんが食べなかったんだようちらはね。うん、でもこれしかなかった。シャモの手羽先の、うん、美味しいやつがあるよね。それも食べたかったんですけれども、なんせ来てるのが今3時なのでない。本当はその隣のシャモールっていうレストランで撮ろうと思ったんですけど、あのシャモールずっと鬼滅の刃の曲流れてるので。それ嘘でしょ。え、嘘でしょ。どんどんどん。この間のいとこのね子供と行った時ずっと流れてた。伊達から行かないの？あ、今の話。すぐそこなのよ伊達からは。私の運転姿をみんなに見せたいの。うん、見せたい。3年目ですよ。そろそろ書き換えですか。なんかさ、リトルが運転してるところ、うん、インスタに載せたらさ、うん、もう運転できる年になったんだねって言ってたけど、うん、言うてもう22なのよ、うん、最初の頃はさ、うん、中学生とかじゃん。すごいよね、いろいろ流れはね。時の流れは早いわ。いろんなことあったよね。どんなこと？なんかあったっけ。伊達からの近くには私が高校時代に足しげく通った一麺っていうラーメン屋さんがあって、一麺はラーメンっていうよりかは石焼きチャーハンがマジうまいんだよ。一麺麺もまあうまいんだけど、石焼きチャーハンがレベチでうまい。これがあ、やばい、車来たからもうこの世の終わりや。さよなら。この買ってる姿を撮ろうと思ったんですけれども、なんとも悲しいことにですね、私たちの車の隣に車が来てしまったということで、諦めていきたいと思います。カインズホームさんの中に伊達の唐揚げがあるんですけれども、その隣の宝くじ売り場でですね、私も300円当てたことがありますので、ぜひ宝くじ買ってみてください。帰りあった。手羽からこれがめっちゃ好きなやつ。え、それで小なの？これ小だよ。小サイズ。これ300円。これ小サイズ。これ1本90円。これ300円。え、やばくない？軟骨から。これが美味しいんだよ。いただきます。鶏肉大好きな人、川端に移住した方がいいかもって言われて、鶏肉いっぱいって分かるかな。え、超やばくない？美味しいよね。うん、ピリ辛軟骨だからね、辛いんよちょっと。これが癖になるんだよね。この店もできて結構経ってるよね。うん、リポしてれば美味しい。あの、意外と胡椒感さ、効いてて、うん、ここがカインズホームなんだけど、うん、この後ろが、うん、後ろのあそこら辺にホットモットがあって、その隣がずっと行ってた美容室。あ、最近でした。業務スーパーも見せたけど、みんなに帰り。リンクス、うん、リンクスはもともとツタヤだったんですよ。もう毎日のように通ってたツタヤね、うん、じゃあ大体映画を見たくなるタイミングって8時40分ぐらいなのね。やばい、映画見たくねってなって、うん、8時45分ぐらいに家を出るので、9時に閉まるからって言ったやって、うん、5分ぐらいで着くから、いつもね、ホタルの光と同時にうちらが入店してくるって感じで、うん、店長と仲良くさせていただきました。こう肉がちゃんとついてる系の軟骨もたまに入ってる。これあたり、マジうまい。ありがとう味工房、大好き。来るね、これ CM、うん、どういう CM するの、うん、もうこんぐらいさ、さらにさ、唐揚げ持ってもらって、うん、2人で食べ尽くす、食べ切るまでやめれません的なやつを15秒の CM すると、うん、あの最近こちらの近くにね、新しいアパートも建ったので、非常に飽きたいですね。はい、うん、まずファミマ以外のコンビニ全部揃ってるわね。よっしゃ、帰るところ動画撮っちゃおうかな。駐車場からすぐ、ここが一面ですね。ここがラーメンじゃなくて、あの石焼きチャーハンがうまいです。一面って毎回次のクーポンがもらえるのね。で、次、半チャーハンか揚げワンタンか焼き餃子1枚のどれかがつけられるよって券がもらえて、ただなんだよそれが。だからいつも辛味噌ラーメンみたいなやつとチャーハン頼んで食べてたな。あ、で、警察署も見せた方がいい。警察署はこちら、ここのね、この今のこの今の道、あのパパがあの
あっちの道まで警察署を通り抜けたわけですね。しかも何度も何度もやったら、もうあそこの看板に通り抜け禁止の看板が立ったんですけど、もうパパのせいだと思います。あ、ここん、これ東芝。あ、東芝ね。うん、これうちのあのいとこのお母さんが全部言うやん、個人情報働いてるところあ、これあれだ、このおじさん映しちゃいけないと。このおじさん、あのうちに住んでたおじさんなんですけど、あのうちのじいちゃんがね、いろいろとやらかしい男なので、この人ともちょっとつながっちゃったって感じですねちょっとまあ詳しくは言えないんですけど、やらかしい男なのでしょうがないですね、はい。あ、このでっかい建物がね、うちらの母校、もうこんなことになってて、あ、もう全容は全然見えないんですけどこれプールね。あ、そう、プールもあるんだよ、うちらの屋根付きプール。そう、屋根付きプールがあって、なんかボタンでね、開閉できんの、上のところが。すごいっしょ。ただなんかシャワー室だけさ、独房みたいなさわかる。なんかそんなさ、開閉できるさ、屋根がついてるぐらい最新式のプールだったのにさ、独房みたいなさ、シャワー室だったよね。やばかったよね。あ、こちらショーの、あの行きつけの、はい、こちら美容室美容室。これじゃあ、シックが美容室ですねこれはあれバズりますわ、シックシックがバズっちゃう、多分みんな行っちゃう、シック。あ、こちらあの子供が遊べるワンダーランドでございます。ワンダーランドもある。じゃあ、あの歯医者紹介しなきゃ。歯医者。うちは前面だからね。そう。こちら。この、あの、こちらに歯医者が。あ、ここら辺ですね。今歯医者があった。あ、コロソも。あ、なんか、おしまむらも。あ、ここら辺。うちの家から徒歩2秒で着くっていう噂の、この、しまむらとローソンと歯医者です。ここがうちで。あの、こっち側が、あの、お店で。こっち側が自宅って感じですね。なので横長の設計になっております。これを見たら川俣に住みたくなったと思うわ。川俣に移住したい方はぜひ川俣町のホームページを見てください。毎日朝と夜町内放送を流してくれる親切な親切な町なんですけど、ね、あれで目覚めるよね朝昼夜とあの町内放送を流してくれるんですけど、この間、本日町内に熊が出ました本日は熊の出没が予想されます、うん、雨が降りますぐらいのテンションで言われていたんですけど、うん、熊も出るフレンドリーな、もう動物とも触れ合える街ですので、よかったらぜひぜひあの遊びに来てください。福島駅からあのバスで1時間近くかかるんですけど、しかもバスはあの1日3本しか走ってないので。違うよ1時間に1本走ってるから。いや、1時間に1本走ってない時もあるでしょ。あるよ違う、1時間に1本はあるよ。ドヤ顔あるよ1時間に1本走ってるから。本当に最終もう8時だから、こっち発が、うん、じゃあうちで居酒屋さんでご飯食べて、そう、5時から飲み始めて、まあそう、ここら辺宿泊施設がないので、あの最悪うちんちに布団敷いて泊まっていただくことになっちゃうぐらいなんで、それは多分ママが許さないから送ってってホテルまでって言われて、まあ私が送ってってくれるんで、ただね、その時はやってください。はい、というわけで、あの川俣にぜひ移住してみてください。私は千葉に帰ります。さよなら。さよなら。